こんにちは。ティナ&ティムアメリカ暮らしです。本日はサンタモニカのファーマーズマーケットへという内容で、お届けしたいと思っております。前回もね、ご紹介した通りサンタモニカよく来るところであります。今日はね、サンタモニカのファーマーズマーケット、これがね水曜日に行われますのでね、それをねちょっと見に来たというのと、もう一つ、サンタモニカのショッピングモールですね、クリスマスはねどんな感じになってるのかなっていうのねちょっと見たいかと思って、こちらの方にね車を走らせております。毎回言うようにね、本当にこの辺りというのは、車駐車場に苦労するところなんですね。それで、ここの場合ですとね、ショッピングモールの近くに、ね、ストラクチャーパーキング、要するにタワーパーキングがあるんですけれども、全く止めることができなくて、また1時間3ドルと高いんですよね。で今回はね、ビーチの方で1日7ドルというところにしました。やっぱりね、2時間じゃちょっと足りないし、3時間は行ってしまうだろうなということでね、それならばちょっと遠くてもいいので、このビーチ沿いのね駐車場に停めようということで、今あそこに停めまして、これからちょっと歩くんですけれどもね、ファーマーズマーケットが行われている、アリゾナストリート、そっちの方にね向かっております。さてね、このアリゾナストリートを全部封鎖してですね、ファーマーズマーケットをやっているという、ここはこういうスタイルですね。我々ね住んでる近くは公園の駐車場でやってますのでね、またちょっとやり方が違うかと思うんですけれども、こちらにね来てみましたら、なんと安富ファームというね、いつも我々がウィルソンパークのところでですね、買っている同じ農家の方がね来てました。確かね、ウィルソンパークの方は火曜日で、こちら水曜日なんで掛け持ちでやってるのかなというふうに思います。ですからね、日本の大根とかね、そういったものがね買えるというところなんです。それでね、値段を見たらね、なんか先週我々が住んでる近くのファーマーズマーケットの値段よりね、ちょっとやっぱり1ドルぐらい高くて、確か2ドルで大根を買ったような気がするんですけれども、こちらね3ドルになってますね。ちょっとねこれがね、値上げしたのか、ここはね結構お金持ちがいっぱい住んでますのでね、最初からそういう値段設定しているのかちょっとわからないんですけれども、ちょっとディナさんでいろいろこう見ていると、これ、ね、ひょっとしてこっち高いんじゃないのっていうようなね感じに思いました。いやーなんかね、結構インフレということでね大変なのかなとは思うんですがね、規模としては大体同じぐらいなのかな、ウィルソンパークと、ですけれどもね、大体そうですね、来ている農家の方だったり果物の農家の方だったりも大体同じような、内容かなというふうに思います。でもね、結構ねたくさん買ってれる人もいましてね、こんなにたくさん自分の家で使うのかな、ひょっとするとこの人レストランオーナーで今日の野菜、新鮮な野菜をねここで買って出すのかななんてちょっと思いましたけどね、それは全く当たっているかどうかはちょっとよくわかりません。このねアリゾナストリート、ずーっと最後の方まで行くと、ここはねサンタモニカの、太平洋ということでね、その先は日本ということになるわけですけれども、そんなね、ところで、
こうやって、まあ、お店がねバーッとあるのに、まあ、そんなねファーマーズマーケットでした。まあね、特にね珍しいものもなく、まあ、普通のファーマーズマーケットかなというふうにちょっと思いましたけれどもね、またそれはそれで場所それぞれで違ったもんですよね。さてね、ファーマーズマーケットを見終わりまして、次はねショッピングモールの方に行ってみようということでね、今そちらの方面歩いております。まあ、ここはねいつもね車は通れない道でして、まあ、要するにもうずっと歩行者天国という形で通れる場所なんですけれども、なんか恐竜のねモニュメントがあったり、その横には、大きなクリスマスツリーという形でね置いてありました。大体こんな感じなんですけどね。まあね、ちょうどねファーマーズマーケット8時からやっていて、お店の方はね11時からということでね、ちょっと11時ちょっと前ぐらいだったんですよ。なもんですからね、店はねまだ全然人の出入りは全くなくて、なんか入るのがね自分たちだけみたいになっちゃうんでね、ちょっと躊躇しちゃうようなそんな状況ではありましたが、まあそれなりに人はねパラパラといたような感じがします。おそらくね土曜日曜はもうここすごい人だと思うんですけどね、以前ここ来た時はねやっぱりその休日で来てますのでね、まあ、すごくたくさん人はいたというふうに思うんですが、まあ今日はね平日ということでそれほどね人はたくさん来ていませんでした。噴水もありましてね、非常にねいい感じのところですよね、サンタモニカは。そしてね今度はねこちらはノードストロームとかあるモールになるんですけど、ね、今左はねテスラですよね。昔はテスラなかったんですけどね、やっぱこういうモールっていうとテスラモーターのなんか展示場があったりね、まあ、最近モールには非常に多くなったなと思います。でこの先にね、ノードストロームとかいろいろお店があるんですが、例えばユニクロとかですね、まあ、3階建てで一番最上階の方3階ですよね、は、まあ、レストランになって、確かチーズケーキファクトリーとかそんなのあったかと思いますけどね、まあそういうね、まあどちらかというと、まあ、規模的には、まあ、そんなに大きくはないんですけれども、まあ、同じねノードストローム高級なデパートといえども、やっぱり置いてあるものはね全然我々の方とちょっと違うかなという、少しねやっぱりねお高めというか高級かなというふうな感じがします。そして歩いてきたところがね、大きいクリスマスツリーです。まあ、こんな感じにねドーンと大きいのがこのね広場の中にありました。さてね、だいたいね昼に近づいたので、駐車場の方にね今向かっておりまして、そしてねちょうど昼なんで、ちょっとねレストランで食事でもしようかということで今歩いております。今日はいい天気ですよね。昨日はねすごい土砂降りの雨だったんですがね、あんまり降らないロサンゼルスなんですけれども、今日はね本当にいい天気でした。それでね、まあ、今日はねこのねバッパダンプというまあこれシュリンプの専門店みたいなねところでねご飯を食べようということで、最初ねトゥゴーにするかそれとも中で食べるかって迷ったんですけれども、もうほとんどね人がいなかったので、ね、じゃあ中で食べようということでね、こちらでね、もう大好きなエビですね、これはシュリンプヘブンという、まあ全部エビなんですけどね、ちょっと調理の仕方が違うと、あとこちらはリンゴのパスタですよね、ホワイトソース系だったと思います。それからねよくあるこれはクラムチャウダーですね、これをね頼んでお昼にいたしました。
まあね、非常にサンタモニカ、先ほども言いました通り非常にね好きな場所です。まあそんなこんなねサンタモニカでございました。ではまた、ティナ&ティムアメリカ暮らしでした。